ビドコンでのライアンヒガ、ライアンヒカはハワイ島広出身の日系アメリカ人、ユーチューバー、俳優。高校の同級生のショーン・フジオシや数人の友人と共に YouTube チャンネルニガヒガを2006年7月20日に開始、オリジナルビデオの投稿を開始した。当初は口パクのパロディビデオが中心で、その後のハウ、ツーシリーズで世界的な人気を博するようになる。 ハウツービー忍者、ハウツービーヤングスター、ハウツービーエモ、ハウツービーナードの4本のビデオは特に再生回数が多かったが、いずれも使用している音楽の著作権に関する違反により削除された。2008年、映画ライアンシーン、エスノット・ソ・エクセレント・アドベンチャーがハワイとカリフォルニア限定で上映された。2009年、 YouTube における彼らのビデオの合計再生回数は5億回を超え、さらにチャンネル登録者数が135万人に達して総合1位となる。2011年、デイ・ウィリアム・ジョンソンに抜かれ、総合2位となるが、それまで最多だったフレッドにはアンチが多かったこともあり、2人に対する祝福コメントやビデオが多く投稿された。動画投稿数はデイ・ウィリアム・ジョンソンと比較すると少ないが、 これは、自主的に削除したり削除されたりした結果である。ライアンが、ラスベガスの大学に進学してからは、ショーンや、他の友人、元ガールフレンドのタリンナゴの出演もなくなった。ライアンが4役をこなすスキッソシリーズやゲストを迎えて、トークショー形式のオフザピル、コメント欄からのリクエストに答えるディアーライアンシリーズ、等は変わらず、 再生回数を伸ばし、2018年12月現在、チャンネル登録者数は2100万人を突破している。ありがとうございます。